ちっちゃいのが来たよ。あ、しも見て見て見て。はい。見て見て見て、しも。ほら、ちっちゃいよ。ちっちゃいのがおる。あなたみたい子供かしらね。あ、ケンジ動いてる。ケンジ動いてるね。見て、しも。あら、ここ。どうした？しも、行かれん、そこ。ペンギンさん、びっくりした。すごいね。尻尾がないのはどれ？ないよ。ラー怖い。ラテクマワナガンガンしちゃおう。ガマガンガン。これだけおるとね。あーなきげでしら。これだけがあれだったら冷たいみたいな。アンケートなら。はい。はい。サンキュー。あそこのが小さいね。あと今マラケジャオ。えっとジャオ。はい。あれでマラケ。Nagyan siya lumakad. Ganyan pa siya lumakad. Ja? Ay, ano to? Sinsita ba na no? Itay. Blue na? Ita? Eh, asya. Pula. Ah, blue. Ang sasay, chisay. Ita? Asoko. Ah, wanto niya. Ano? Flying. Masiri. Ang cute niya. Yeah. 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 Uy. Pwede, 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 pwede. あ、わけなくわねなの？これ南岩飛びペンギン。岩をほら飛んだ。これ岩、うん、飛んだから岩飛びペンギン。ほとぶらさ竿maligo ganun じゃ。ano pa sila bird pa sila？ 小さいよね。爪を見てごらん。黒い黒。足痛いでしょ？痛い多分。痛い、うん、痛くないと思うよ。これ歩いて違う。あの重たいからよたよたって、うん、重たいね。さっさと歩けなくてよたよた。もともとほら鳥だから、うん、鳥、ね、うん、だから飛ぶんで歩くのはほら、うん、上手じゃない。だからこれで通りますらじゃ、これで倒れないようにね、うん、バランスとって。イエーイ。ウケッニャ。おい、タバタバネトカタババイバイ。インカアジサシの飛び方についてご紹介したいと思います。お兄さん、準備はどうでしょうか？はい、準備できました。それでは興味深いインカアジサシの飛び方について教えてください。はい、こちらにいます。インカアジサシはヘリコプターのように空中で一時停止をして飛ぶ飛び方、ホバーリングができます。今からやってみますので、私の前のあたりご注目ください。はい、どうぞ。ホバーリングどのくらい？それではお兄さんの目の前のあたりにご注目ください。すごいね。お客さんも飛びたら変わりましたね。お兄さんの目の前で一時静止をする飛び方、先ほどの飛び方がホバーリングです。ホバーリングです。前回でも先ほどのようにホバーリングをしながら水中にいる魚に狙いを定めていると言われています。翼を羽ばたかせ空を飛び、餌を捕まえる生活をしているんですよ。
先ほどからとても上手にピンカーリたちが空を飛んでいるんですが、どうしてこのようにうまく空を飛ぶことができるのでしょうか。こんにちは。ピンカーリたちはどうしてうまく空を飛ぶことができるんですか。ピンカーリたちが上手に空を飛ぶためには体の仕組みに2つ秘密があります。まず1つ目は翼です。翼ね、広いよね、カモメみたいな。太ってないもんね。長い。太陽の天気。翼が広く、美しい。翼の影で上手に空を飛ぶことができます。そしてもう一つの3つが体重なんです。軽いね。でもあれじゃね、一番あたりの体重は 150g から。小さい小さい、卵3個分よ。この体の重さは1個よりも軽い状態なんです。さて今体重のお話をしましたが、皆さんはペンギンたちの体重がどれぐらいあるのかご存知でしょうか。太ってるんですね。ここ穴直後には全部で4種類のペンギンたちが暮らしています。それではお姉さん、はい、こちらの南岩戸美ペンギンの体重どれくらいか知っていますか。はい、もちろん知っていますよ。あちらの小さな南岩戸美ペンギン、体重は2キロから3キログラムほどなんです。大変態をご紹介いたします。並びに来た、すごいね。ペンギン全体が見渡せるところでしたらどちらからでもお楽しみいただけます。ずっと並びよ。途中のスロープ、手すりのところからも水中全体が見渡しやすくなっております。できる限りグラム同士の距離を空けてイベントをお待ちくださいますよ。みんなそこに背すごいよ。太ってる割には軽々と泳ぐね。ありがとうございます。この後も会場さんで
の外の屋外のフーコルトペンギンのエリアに続いております。ぜひそちらのペンギンたちもご覧ください。そして、縦に分かれます。階段ご利用の方は右手側へ、エレベーターご利用の方は左側へとお進みください。まだ見ないってやろ。暑くないかしらね、寒い国にいるのに、この人たち。